いつもご覧いただきありがとうございます。腕時計のあれこれです。えー、先日、チャンネル登録者の皆様がついに100人を超えましたので、えー、本当にいつもご覧いただきましてありがとうございます。今日は、まあ、そんなこんなで、腕時計のロレックスについて、まあ、お話ししようかなと思います。ロレックスといえば、 多分世界で一番あの知れたメーカーですよね多分子供でも名前知ってるんじゃないかなっていう時計のメーカーですまあスイスのもちろんご存知の通り時計なんですけれどもロレックスっていう名前ローレックスっていう名前があのー、世界中の国の人でまあ発音しやすい音らしいですねロレックスロレックスいろんなその地域の方でも発音しやすい 音ということでまああの名付けられた名前あとアルファベット5文字このが文字盤でのハエがいいっていうことですねあのー、奇数でこう5っていうのはバランスがいいってそれでまあ名付けられた名前と言われていますでまあ実際ロレックスってどんな時計なの と言,ったら一言に尽きると思うんですけどもともとは労働者の時計なんですねあのー、今でこそもう高級時計の代名詞高い時計高い時計っ、ね、あなってるんですけどもともとの売り出しのコンセプトっていうのは本当に労働者の時計なんですね丈夫で壊れにくいってこれに尽きるんですねでえー、まあそんな労働者の時計ですから イギリスだとこれ意外なんですけど当時全然売れなかったって言いますねあのもう今からもう何十年も前の話なんですけどイギリスだとやっぱ全然売れない、あのー、時計だったらしいですでその売れるためにチュードルっていうブランドをあのディフュージョンブランドって言ってるんですけどちょっとあのなんて言うんですかねこうほとんどロレックスのパーツとかケースとかを使ってるんですけれども販路拡大のために これくらいの年次ですよね。これの個体の年次ぐらいの時にはそのチュードルっていうのがあって、まあ、前世ですよねイギリスでの販路拡大ロレックスのオイスターケースを使って、えー、ちょっとこう文字盤とかのコンセプトを少し変えたりしてしてたということが、まあ、ありますね。 で今でこそもうチュードルっていったら、あの、エタの機械入れてて、全然、あの、あれに30万も出すのかっていうような時計になってるんですけど、30、十万出すのかって時計になってるんですけど、古いチュードルは、まあ結構、うん、いいんじゃないかなと思いますね。ただまあ、その古いチュードル買うんだったら、古いロレックス買った方が、まあ、結局いいんですけどね。で、まあ、ロレックスのいいところっていうのは、あの、転売価格がまず下がらないですね。 今どん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 こう値段がロレックスどんどん上がってるので当時2000年ぐらいに買った時計が買った時よりもはるかに高く売れるという現象が今起きてますもう金みたいになってますねでまあロレックスを買ってまあ何年か使って違う時計に乗り換えたいなと思った時買い取り下取りしてしてくれるとあの 全然他のメーカーの時計だとやっぱ買い叩かれてあの新しい時計に全然手が届かないっていうことはありますけどロレックスの場合だと本当に数万円10万円とか逆にその時のレートにもよるんですけど高値で買い取ってくれたりするので買った時よりも高く買い取ってくれたりするので新しい時計が、まあ、買えちゃうんですね下取りに出して。 同程度のほとんどこうお金がうんまあさもちろんこう買い取り業者のねあれは安く買って高く売らないと利益出ないんでもちろんそうはなっているんですけどもあの驚くほど下がらないですねあの本当に30万円のが10万円とかそういうふうにはあまりロレックスはならないと言われてますあのー リセールの値段が下が下らないことです、ね、買い取り価格が下がらないっていうのは、うん、まあ時計の中でロレックスはダントツなんじゃないかなと思いますこれステンレススチールのモデルでもあのそうですね貴金属だとやっぱり金の値段レートによって変わったりするので金が高くなればもうイコール高くなるっていうのは分かるんですけどロレックスはあのステンレススチールでも値段が下がりにくいのでそれはすごくいいですよね で、まあ,あとはうーんまあ作り込みも綺麗ですしこのブレスレットはこの2種類ちょっと古いやつなんですけど、うん、ちょっと安っぽい感じなんですけどまあステンレスも綺麗ですよねこの三つ折れのバックルも最新のはもっともっとこうかっこよくなってあのステンレス削り出しみたいになってるんですけど。 このプレスのこれも、うん、まあ趣があって好きなんですけどねやっぱりまだまだこの当時はその高級時計ではなく丈夫で壊れない労働者の時計というコンセプトですから、うん、それはしっかりしてますよねであと、うん、そうですねロレックスのいいところまあ、精度はすごく安定してると思います、うん、これは皆さん多分お使いになったら 一番に気づくんじゃないでしょうかまあこのこれ2000年モデルなんですけど、えー、今まあいつかで10秒進むかなぐらいですね、まあ、日に2秒進むか進まないかうん、うん、で安定してますね、えー、飛び切り進んだり飛び切り遅れたりっていう日はないですもう2秒決まって2秒ずつぐらい進みますねでこれもかなり古い個体なんですけども、まあ、手巻きですねしっかり巻けばもうあの めったに変え時間合わせしなくてもいいですねうんであとはそうですね最近のはどんどん大きくなっているので一概には言えないんですけれども、まあ、小ぶりで腕につきやすいモデルありますしあの修理サービスもしっかりしますね東京駅の近くにある日本ロレックスなんて言ったらもうあそこはすごく高級感のある 修理カウンターですすしししっかり、あのー、丁寧に対応してくれますでその正規店の修理に出すと買取価格もあの日本ロレックスの修理に出すと買取金額も高くなると言われてますね2年間の国際保証がつくので、うん、そこはでかいですね海外に行かれる方でもその海外のロレックスで、えー、そのいついつ修理したっていう履歴が残れば、あのー、対応してくれますね えー、あとは、そうですね、まあ。ロレックスほどビッグネームになると、コピー品もスーパーコピーみたいなのがもう本当に出回っていて、いやもう最近は、偽物を見てもですね、もうまずわからないようなね、もう本当にありますね。すごいですね。あの、ムーブメントまで似せてますね。い,いわゆるその偽物になると、 ムーブメントをその中国製のやつだったり、まあ、国産の機械を安いのを載せたりするっていうことはよくあるんですけど、まあそれはあの巻き加減、あの手巻きとかこの音とかでなんとなく分かったりする、手応えで分かったりするんですけど、あのそれもそっくりに似せたもうムーブメントをですね、開けた時に若干その仕上げが悪いかなぐらい、 なあものすごいのがもう本当に巷に出回ってますのでちょっとあの本気で似せてるやつには驚きましたねあのもうわからないですはっきり言っちゃいますわからないですのでんまあロレックスお求めになる時はやっぱりもうインターネットとかあのオークションとかですかそういうのではもう絶対買わない方がいいですね あの出品してる人もまさか偽物とは思わないで出してるっていうこともありえますので、えー、もう買い取り実績の多いところやはり大手さんですねもう何人もギリシャいるようなところ、えー、開けて本当に中をしっかりそのところで見てもらえるようなところ、まあ、開けてやっぱり偽物だって分かったら偽物なんですけど使ってないパーツとかあのやっぱりねあるので。 そこはしたら分かるんですけど、もう外見からじゃほとんど分からないの、たくさんありますので、いいところで、まあ、買われたらいいんじゃないかな、あな安心できるところ、まああの、実績の多いところですよね。いいんじゃないかなと思います。で、ロレックス、あのー、これ、すごく珍しいローマ数字の文字盤なんですけど、エアキングってやつですね。あの、実際日本ロレックスに確認したんですけど、文字盤の 交換がでできるらしいんですねちょっとこれあの違うモデルなんですけどこのエアキングというモデルのこう例えばバーインデックスとかアラビア数字とか何タイプかあのそのオイスターパペチュアルとか、えー、デイトジャストとかあのデイトナーとかいろいろあるんですけどその粘土のその規格のものでこう色違いのラインナップがあって在庫があれば例えばこれまあないんですけどあの青いローマ数字にしたいとか。 黒の,あのローマ筋にしたいとかそ,それで在庫があればあの交換ができるらしいんですねこれも日本のレックスに持ってて要確認であの見積もり出ししてもらえればいいんですけれども文字盤の入れ替えができるんですねであのそれってすごいんですよね、まあ、ある種改造みたいな話なんですけれどもあの気に入ったデザインのものがもし仮に手に入らなかった時にただあの安く ロレックスが手に入ったので、えー、ちょっとその気に入った文字盤に変えたいということがあれば日本ロレックスに持って行って文字盤の交換の、まあ、相談ができると在庫がなかったり年式が違ったりすると NG なんですけどそういったことができると、えー、それはあの国産のメーカーだとまずないですよねセイコーとかでもグランドセイコーの違う黒の文字盤だけどシルバーに変えたいというのはそういうのは一切受け付けないので あのー、ロレックスぐらいじゃないですかねこういうことができるのは文字盤交換ってなると同一の同年式の,その同じ文字盤で新しいものって言ったら分かるんですけどデザインを変えちゃうそのラインナップの中のデザイン違うものを持ってくるっていうのはあのー、すごーくいいなと思いますもちろんお値段も相当しますけれどもこれ要確認ですモデルによって全然違うので。 そういいいっったことができるて、うん、すごくいいですよ、ね、あのー、まあ秋が来たらその変えられるとただ確か文字盤は回収されちゃうんだと思いますそのパーツを外にこう出したくないんで交換したらもうまああのパーツは戻しませんよっていうようなことをされると思うんですけど、うん、まあここはもう要相談ですねあのー、いあまりイレギュラーなことじゃないらしいですその文字盤交換は。 うん、あのー、すごくいいと思いますあとそうですねロレックスで忘れちゃいけないのが高い防水性能と言われますねあのオイスターケース、まあ、カキケースですよカキのケースですよね、あのーまあ、ガスケットと呼ばれるパッキンでしっかりあの包囲されていてこうしっかりまあ全てのモデルなんですけどねじ切りになってますね,、まあ、ねじ切りりだとやっぱり防水 性能いいのであのー、最近のホームページ見てびっくりしたんですけどロレックスのブレスレットとかケース本体あのー、石鹸水で洗って大丈夫って思いっきりホームページに書いてあるんですねあのー、今2017年の、えー、6月現在なんですけど今ホームページ見ると ロレックスのお手入れというページがあるんですけど、あの石鹸水は自然な要素ですって書いてるんです。水は自然な要素ですって書いてるんですね。まあはっきり言ってダメだろうって思うんですよね。石鹸水とか使ったら防水性能パッキン弱って低下しちゃうので、まああのいわゆる完璧な状態、購入当時の百パーセントの性能があれば水はもう滅多なことじゃ入りませんよっていうことなんですけど、あのメーカーのホームページにバッチリそうやって書いてるので。 それはあかんんだろううと思うんですけどロレックスの防水性能はあのしっかりパーツがキープしていればあのかなり安心できると言っていいですね。よくあの銭湯とかサウナに、あのー、おっちゃんがこれつけたらロレックスつけたまんま入ってくる人いるんですけどもう全然へっちゃらーって言ってるんですけどいつか入って入った時困るだろうって,っていうのがやっぱ一番なんですけど、あのー、そういう使い方をされてる方もいらっしゃるので。 過剰にその水に対して敏感になるあの線ちゃんとこ,こ,こっちはもう無理ですよこれ古いのであのあプラスチック風防ですしあの常識の範囲内の性能がまああるだろうあのしっかりオーバーホール出してえー、100%の状態であれば水にはもう本当に気にしなくていいとただまあ海水とか強い流水とかはもうあんまりよろしくないのであれなんですけど ここはもう常識の範囲内で使っていただければロレックス水入ることはないなと言っていいんじゃないですかねホームページにまあそう書いてますので自然な要素ですって書いてます日本語で日本語のページだと自然な要素って何なんでしょうねあの石鹸水で洗って大丈夫みたいなことは書いてます結構あれは強気だなと思いますねうんあのー グランドセイコー例えば、セイコー、日本の王手のセイコーさん、グランドセイコーでも、お風呂やめてくださいって書いてます高温。高温な水はダメです。あと、石鹸水もパッキンの性能を低下させるのはダメですみたいなのを、グランドセイコーの修理に出すと、あの小さしてくれるんですけど、書いてますね。まあ、私もそう思います。で、特に、ここがねじ切りじゃないやつで水入れるのは、もう本当に、もう自殺行為ですね。ダイバータイプだったら別なんですけど。うん。あの まあロレックスそういった面で、あのー、こういったシンプルなやつでもここはねじ切りになっていたりあの裏面も本当にしっかりね組みついてますね、うん、であのー、ロレックスのいいところって何でしょうねこう裏蓋をわざわざスケルトンにしねもう本当に中の機械も綺麗なんですよ本当に綺麗なんですけどこう見せる必要がないっていうかまた、あ、くななところもあれば斬新さもあるっていうところですかね うん、あとはやはり所有欲を満たすような、うん、いろんな年式ありますしいろんなあのタイアップモデルみたいなのも古いやつはいっぱいあるんですねで値段が本当に下がりにくいむしろ買い取り価格上がっているでプレミアムがついたりするんですねデイトナの,の今年なんかあの白にあの黒のベゼルのやつあれものすごくかっこいいんですけどもう メーカーカ希望売価のもう何倍も高値で取引されてますね。ま,あ、もうまず手に入らないあの個体が足りないから手に入らないっていうところなんですけど、うん、あの本当にどこででそのメーカーカ価格で買えるんだろううってもわからないですねなんか一説によれば何年か待ったらあの新品でそのメーカープライスで買えるっていう噂があるんですけどまあ僕らみたいな庶民じゃなかなか。 ねそのいざその買える段になった時もっとロレックスが高値で今でこそ100万200万とかですけどもう300万400万でデートなとかになったら、ま、も,もちろんステンレスですようんまあ、ま、8何年待ちましたけどいやもうお金ないです買えないですってなったらねあのー、もったいないですからねまあそんなこんなですかねロレックスの魅力っていうのは うんまあ私も時計本当にいっぱい買いましたけどあのー、やっぱりある程度巡ってみると安い時計2万とか3万で買えるまあそ,そんな安くないじゃないですかそういうのをやっぱりこう定期的に10本20本ね買ってしまうとあのやっぱりそれでもう。 ふと気づくとやっぱり60万とかになってるんですよね3万の時計仮に20本買ってたら、まあ、もうそれくらいはもうですよねでいざじゃあロレックス買おうかなと思ってその安手の時計をもう買い取り屋に持ってくと本当にもう値段なんてつかないんですね。 1000円2000円とかもうザラなんですね。電磁式のやつとか。あとあの、まだ時計全然無知だった時のファッションブランドの時計ですよね。まあもう具体的に言っちゃうとディーゼルとかニクソンとか。学生の時流行ってましたから。あとまあ g ショックとかね。あのー、2、3万でやっぱたくさん買いましたけど。g ショックはまあ限定だったら高値で売れますけど、本当ディーゼルニクソンとかを手放そうと思った時に。 やっぱりもう数千円買い取り屋によってはもうお金なんかつかないですってなっちゃうんですよねであ今まで払ってきたお金で実はもうロレックス1本2本こういうのが30万とかで今中古相場ありますからは買えてたんだなじゃあ逆にロレックス売ったらいくらなんだろうまだ20万25万場合によっては30万30万で買ったのが25万とかで普通に買い取ってくれるので。 そのお金の下がり方を見るとやっぱり価値としての普遍性があるんですねで国産のグランドセイコーとかも、まあ、ある程度の評価はされるんですけれどもやっぱりロレックスには投稿呼ばないですね同じぐらいの値段で30万円、まあ、あの手放すっていうことをもし頭に購入の段階からあるのであればもうロレックス一択だと思いますついでオメガぐらいですね。 人気があるのはただもうロレックスよりもやっぱりオメガは下がります。あのはっきりもう断言できます。なので購入の段階でもうロレックス手放すよとこう乗り換えるよということであれば、まあ、パテックフィリップとかもっとこう運上ブランドになったら別なんですけれども、まあ、一般的に手の届く100万円以下な50万円以下などで買える50万円台ぐらいですかね。まあ、高級時計 として、えー、何かこうローテーションのようなことをお考えであればロレックスまあ一択でしょうねでもう手放す必要ないよっていうことであればもう,も,うもうコレクションじゃないですけど何の時計を求めになってもいいと思います。自分ももグランドセイコーをずっっっと持っていたかったかんですけれども あのちょっとプレミアムサービスセンターという特殊な、まあ、サービスセンターがあるんですがそこの対応がですね、まあ、ある事件でかなりあのひどかったので、まあ、成功に対する不信感ですよね業績が最近悪いって言ってますし、うん、あのちょっと殿様企業になっちゃって、まあ、ロ,レもうロレックスほどの殿様企業ないんですけどあの実際サービスセンター行ったら分かりますあのあのものすごい高級感本当に高級ホテルに入ってきたようなもう綺麗なフロアですし お釣りが現金で払うと全てピン札、真剣で返ってくるぐらいもう徹底してるんですね。で、あの、ロレックスの宣伝、あの、一ソファーにかけると、手元のモニターでずっとロレックスの広告が流れてるんですけれども、やっぱりそれはもう見てるとどんどんロレックスに浸水しちゃう空間ですね。実際そこにいるとみんなロレックスが大好きで働かれてる方ばっかりで、うん。 特別な経験ができますね、あそこあの優先ビル時計機のねところ行くとまあ実際あの一度でもあの足を運びいただいた方ならわかると思いますうん是非行ってみてくださいそうですねなのでまあ極論まあ結論いきますがロレックス、えー、大変良い時計だと思います良い時計だから実際やっぱりこれだけ売れてるわけですねでうーん実際そうですね まあ、ロレックスつけてたらロレックスつけてるなっていうふうに見られるんですけどうん、例えばこういうのとかだと、本当にロレックスみたいなデザインですよね。フルテッドベゼルでもなく、あのー、よく見て初めてロレックスだなっていうような、まあ、これちょっとおしゃれだと思うんですよ、こう、あのー、派手さが全然ないんで。うん まあ、あの街でキャッチしてるようなお兄ちゃんがロレックスつけてたらなんかちょっといやらしいなまい、あ、やらしいロレックスってほんといっぱいあるのであれなんですけどうん年相応のロレックスを選ばれたらいいと思いますフルーテッドベゼルのあ,あフルーテッドベゼルっていうのはここはあのギザ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 ってなってるやつですあのデイトジャストとかそうなんですこうギザ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 ーってなっていて で、5連ブレスっていうのがここがあの5個、まあ、の小さいコマで組み合わされてるやつですこれはあの3連ブレスって言います5連ブレスでフルデテッドベゼルのやつであとサイクロプスレンズっていってあのカレンダーのところがこ,うこんもりしてあのズームで見えるやつですねだとやっぱりまあ4050代の方がやっぱ似合うかなと思います、あのー 私20代なんですけど20代のね男がちょっとそれつけてたらあと金とシルバーのコンビみたいなのそういうのはやっぱり年に合わないのでで逆にまあこういうのをあの50代60代がつけていても何らおかしくないですよね、まあ、こういった時計ありますので年相応のロレックスを選ばれてあのステータスですねそのまあレベルにご自身のレベルに合わせたものをお選びになって 今後もし、あのー、買い替えたいのであればやっぱロレックスは買い替え価格は変わらないむしろ高いので、えー、違うそのデートジャストに変えたりもっともっとこう違う金色とコンビニにしたりっていうのはあのー、ありだと思います。はじめからそのいきなりそれをドンと買っちゃうと何でしょうね、うん、まあもちろん悪くないんですけど。 大もうフルテッドベゼルゴレンブレスを20代30代でつけたらちょっと早いんじゃないかなって思いますねあのシンプルなこのスムースベゼルででまあ個人的にはこのノンデイトがやはり時計の理想だと思うんですねこの全方位この同じっていうやっぱりデイデイトデイトとかデイデイトとか あの日にちとかこう付加価値でこうクロノグラフとかいろんなこう機能がついているとやっぱりね片手にそれだけの機能が集約してるとなるとこうすごくこういいんですけどあえてもうこういう何もない本当に究極のシンプルエアキングとかまあオイスターパーペチェルのノンデイトとかあのノンデイトに対するそのロレックスはまだまだラインナップしてますからね。 もう成功とかシチズンとか見るともう付加価値ありきですね。ソーラーであったり電波であったりデイト。あのノンデイトを探すのがかえって難しいです。もうほんとドルチェとかしかないですよね。ドルチェの中でももちろんカレンダー付き、確かありまあ、なかったかな。原稿だとあれですけど、うん。そういうことで、あのー、自分に、ご自身に合ったロレックスをまず探してみるっていうのはありですね。 最新のカタログホームページから見てもいいですしこういう中古市場でしかないあの本当に値段が減りませんからあの中古で買ってもちろん信頼できる業者で買えば、うん、あの後悔しないと思います綺麗にこうピカピカに磨いてもちろん出されてますしロレックスはもうほんと転売の価値が下がらないもう転売の市場がもう確立してますからうん あのー、いいねというかもう相場で決まってますのでねよほど高いところよほど安いところっていうのはあまりないですねうんで、えー、長らく使いたいのであれば日本ロレックスに出したり信頼のおける業者にオーバーホールを出したりするともう本当に綺麗に使えます誰かが使っていても1回オーバーホールをすればもうクリア新品同様 性能が戻ったその保証がついたという、まあ、考えで、えーまあ、いいと思います。日本ロレックスに出したら2年保証がつきますので。うん。なので中古だから、あなんか傷もんだな、嫌だな、これ安っぽいなっていうのは、ロレックスに関してはないですね。あの、日本ロレックスに出したらもうピカピカ新品になる。こう思っていただいて、ま,あ、まず大丈夫だと思います。うん。そうですね。最後にん申し上げたいのは やはりご自身に合った時計をたくさん選んんでいいたたただきたいなたくさん見ていただきたいなと思います、えー、新品しかり中古しかり、えー、そして、まあ、最後に、あのー、安いものとか本来その価値がないものをあのお求めいただきたくないなって思うんですね本来その時計にない価値のものもうこれはメーカーの批判になるんですけれどもサイダルはフランク・ミラー。 あれはひどいです電池式のフランクミラー開けてみたら、えー、ちょっと業界なんですけどロンダという機械が入っていますもう大変安い機械ですねあのびっくりするもう2,3万で売られているような水イスの時計に入っている機械がそのまま入っていますもうフランクミラーあともうガガミラノですこのもう2つの時計をお求めになろうと思うのであれば今すぐやめてくださいもう あれはもう最悪ですでやはりディーゼルニクソンなども本当に安い機械が入ってるんですけれども、まあ、23万円で学生の買える時計かつ名の知れた、えー、ファッションブランドであれば、まああのー、ある程度許されるんですけれども本当にお伝えしたいのは時計屋さんの時計を買ってくださいということですね。セイコーロレックス、シチズン、ン、え、オ、ー、オリエント、うん、オメガ パテック・フィリップ・バシロンもあの、キリがないんですけれど、時計屋として生まれて、時計を売っている、時計を作っているメーカーですね。えー、その時計をお求めになってください。えー、本当に今、お持ちであれな方がいらっしゃったら、もう本当に大変恐縮なんですけれども、フランク・ミュラーは本当にひどいです。あれはもう本当にひどい。あの時計に100万近く出すのはもう、 意味がないです。あれはひどい。本当に開けてご覧もう見せたいですね。あともうガガミラのあれで10万ありえないです。中に入っている機械はセイコーやシチズンがそのミオターが作っている。あの1000円ぐらいでこう街で売られている時計の中に入っている機械が入っています。ガガミラのですね。もう本当にひどいです。あれはもう本当に価値がない。 価値がないいと言いますかそれにもう企業がしめしめと思って時計のことを全然知らない人にもう費用対効果としてはもう利益率百何十パーセントもう200パーセントぐらいですよねあの原価から対してそういう時計がやはり世の中に当たり前のように出回っているので、うん、本来あるべき価値その時計まあロレックスも,もう高いんですけどね まあ、あの本来その時計に備わっている価値、ムーブメントもしっかり、ケースもしっかりえ、デザインもしっかり、年ューもしっかり、転売価格もしっかり、そのえ本来あるべき価値をし有している時計をお求めになった方が良いです。えー、たくさんお調べして、えー、いただければと思います。えー、長らくご覧いただきましてありがとうございます。またどんどん上げていきますので、えー、コメントよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 Ah, まだだ。